こんにちは。こんにちは。大した鉄板で。大した鉄板。はい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 、すいません。ありがとうございます。Thank you.
い、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いつも全員200円の返しです。どうです最近は。あ、でもあの金曜日、日曜日に1回ランチ移行したんですけど、金曜日も開けてほしいってこうツイッターとかで呼びましたんで、金曜日も開けれる日は。あ、そうだったんだ。はい、でも今日曜日も継続してやってるんですけど、日曜日はどうしても飲み客が多くてあんまランチやってる感じはしなかったんで、お酒ばっか見てたんですけど、おでもやっぱこうランチ食べてくれるお客さんのこと、料理人妙に尽きる。昼から酒、日中なら飲みたいもんね。そうですね。でも一応12時から開けてずっと通しでやってるんで、もう働く。いやでもあの日曜は8時9時は閉めてるんで、うん、はい、もうなんか大宴会場みたいになってますね、日曜。なんか最近人が動いてるよね、この辺ね。そうなんですよ、意外と。だから飲み屋かなと思ったんですけど、飲み屋じゃなかったもん。焼き鳥屋とかって嬉しいなと思ったんですけど、ね、普通なんかもんじゃ焼きとかさ、そっちもいいですよね。この辺にない何かがいいかなと思った。飯食ってここで軽く飲んでワンハンドで終わって、うん、そうですね。だからそういう流れとかあればいいなと思って、ね、そういう流れができそうな感じなんだけどね。これ、うん、ワンハンドさんとめちゃめちゃ仲いいお客さんと紹介し合ってどっちで後ろから手前持ってってみたいな。いや、わかりました。じゃあ、また来ます。はい、ありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。